プロットってどうやって立ててますかっていうことが。ああ、なるほど。プロットはですね、まあ、初稿を書き始める前に一通り書きますね。で、なんかプロットを書きながらこうキャラクターを作りながら、またプロットを書いてキャラクターを作ってみたいな、ちょっとやっぱキャラクターとプロットってこう、なんですかね、影響し合ってるっていう か、なんかどっちかが動くとどっちかも動いちゃうんで、こうお互いこうプロットを立ててキャラクターを作ってっていうのを、まあ、同時並行的なに立ててですね、で、そこからまあ執筆に入るっていうような感じですかね。でただあの原稿を書いてもですね、やっぱりそのキャラクタープロット原稿ってこう、まあ、三角関係みたいなイメージが私の中にありまして、こう原稿を書いてるうちにこうプロットもどんどん動いていくっていうか、なので、まあ、その原稿を書いてる最中もプロットは適宜直して、で、まあ、その3つをまあ直しながら原稿を書き進めてるっていうような感じですかね。プロットはどんどん直してますよね。あ、直してます。はい、僕もあの最初の頃そのこう五木さんからこうプロットって直していいんでしょうかって質問を受けたことがあったんですが、もうあのプロットはどんどん直しちゃってっていうか、どんどん変えちゃっていいからっていう話はしましたね。はい、いただきました。はい、それからもう迷いなくやってますね、そこは。はい、キャラクターはあの直しちゃいけない部分って意外とあるんで、キャラクターをいじってしまうとこう全体の、ね、話すところがぐちゃぐちゃになってしまうこともあるんだけど、あのプロットって何で書いてる？プロットは、普通にあのアプロのソフトで書いてますね。で、アウトラインプロ、アウトラインを使ってるじゃなくて、あ、いえ、字の文で書いてますね。字の文でね。はい、その、まあ、皆さん原稿書くときってこう第1章第1項みたいな感じで書いてると思うんですけど、まあ、それのフォーマットと一緒ですね。1の1で、まあ、ここではこれが起きる、1の2ではこれが起きるみたいな感じで書いてます。それで原稿用紙大体20〜30枚ぐらい書いてっていう感じですかね。はい、僕はあの最近あのうちの最近って言ってもこの 4、5 年だけど、あの最近はエクセルを使うようになった。あ、エクセル、はいはいはい。で、エクセルでこうこう大体あのこう階層管理をし、あのテーマの階層管理ってやってたんですよ。はいはいはい、だから全体を通すかのテーマと、それからそのシーンごとに話し伝えたいテーマってやっぱり違うので、はいはい、なるほど、大きいテーマ小さいテーマを分けて、あ、なるほど、それはあの前はこう方眼紙使ってこうパーってやってたんだけど、あれ結構間違えるんだよね。あ、なるほどなるほど、なるほど。だから50枚ぐらいのプロットを5枚ぐらいのプロットと間違えちゃったりして、おお、あっという間に終わったよってこと、おお、違ったーっていうことが結構あったんで。そのアウトラインプロセッサーっていうのはどういうものなんですか？アウトラインプロセッサーっていうのは、いくつか方法があるんで、小説にはあんまり向いてないんですけど、Windows のアウトラインプロセッサーっていうのは論文を書くためのものですね。最近ざっと項目を作って、それからあとずっと書いてくるタイプだけど、これだとあんまり良くないかな。意外性がどうしてもなくなってしまうので、